はい、どうも、カメラマンの鍋です。今回はですね、発売前のパナソニック G100 ですね、こちらの商品レビューをさせていただければと思います。用意したのが G100V なんですけれども、カメラが G100 で、 G100V はレンズ、標準ズームレンズと、ミニ三脚、トライポッドグリップですね、こちらがついています。で、標準ズームの方は12ミリから32ミリですね。こちらがマイクロフォーサーズなんで、2倍フルサイズ換算でいうと24ミリから64ミリなのかな。で、F 値が 3.5 から 5.6 です。非常に、まあ、使いやすい範囲の、ズームレンズです。あとはトライポッドグリップなんですけれども、まあ、こんな感じに三脚になるプラス持てるプラスレックボタンがついてたり、シャッターボタンがついてたり、あとスリップボタンですね。なのでグリップ側でちょっとカメラを操作できるようになってます。パナソニック G100 なんですけれども、非常に Vlog 向けの性能となってまして、まずは動画性能なんですけれども、 4K 撮影が当然できます。 4K 撮影の 30p までですね、まあ十分な画質で撮れます。バリアングルモニターになってます。いろんな角度から撮れるのと、あと自撮りも、自分の方に向けて自撮りもしやすくなってます。で、動画向けの性能としてはオートフォーカスですね、顔認証、瞳認証がついてまして、オートフォーカスが追従するようになってますので、まあ、非常に使いやすいんじゃないかなと。手ブレ補正、まあ、動画でやっぱりちょっと気になるのは手ブレ補正ですよね。手ブレ補正については、こちらのレンズに光学式二軸の、手ブレ補正がついているのと、ボディの方は電子手ブレ補正5軸がついているそうです。で、手ブレ補正に関しては調整ができまして、手ブレ補正なし、手ブレ補正標準、手ブレ補正強というモードから選ぶことができます。で、G100 でちょっと聞いてて一番すごいなと思った点がマイクです。動画ね、撮られた方は分かるとは思うんですけど、普通カメラについてる内蔵のマイクってあんまり良くないんですね。ノイズが結構入っちゃったりとか、声が拾わなかったりとかするんですけれども、それがなぜかと言いますと、普通のカメラの場合はだいたいマイクってここについてます。で、周りの音全部拾うようなマイクがついてるんですね。なので、まあ喋ってる部分を撮ったとしても、周りの音全部拾っちゃうので声が埋もれちゃうっていうことが多いんです。特に外での撮影なんかだとそうです。 G100 に関しましては、その点が強化されてまして、内蔵のマイクでも集音モードを選ぶことができます。で、まずはサラウンドモード、一つはサラウンドモードで、カメラの周りを全部拾うような設定ですね。まあこれは普通のカメラとそんなに変わらないんじゃないかなとは思うんですけれども、その次にフロントモードです。カメラの前方の音だけをなるべく拾うようにするというモードで、その次はナレーションモードといいまして、カメラの後方の音を拾うようなモードですね。なので、まあこんな風に撮影していて、撮影者の声をこっちからうまく拾うようなモードになっているはずです。最後にトラッキングモードなんですけれども、こんな風にまあいろいろ前の方撮影している時に、オートフォーカスが合っているところですね、ピントが追従しているところに向けてなるべく集音するようなマイクになっているそうです。これは結構気になりますね。で、この5つの集音モードがあることによって、いろんな場面に対応できる。余計な音を拾わずに済むので、声をうまく取りやすいようなマイクになってるんじゃないかなと思います。で、自撮りモードですね。自撮りモードはモニターをひっくり返す。自分の方に向けると自動で自撮りモードに変わってくれるらしいんですけれども、まあ、変わることとしましては、ピント、オートフォーカスですね。オートフォーカスが自動で撮影者の方に合わせてくれるようになると。あと、露出が撮影者に合うようになるので、まあ、ちゃんと被写体が明るく映って、ピントもなおかつ外さないようなモードに変わってくれます。マイクに関してもトラックモードに変わってくれると思います。
僕の方の声を拾うようになってくれるはずです。今回は、まあ、動画で性能で気になります手ブレ補正に関してと、あと、マイクですね、G100 最大の特徴でありますマイクのモードについてちょっと検証しましたので、ご覧ください。どうぞ。G100 のマイク設定いろいろあるんですけれども、モニターを回転させると、自動的にトラッキングモードのマイクになりまして、ピントが合ってる、オートフォーカスしているところから音を拾うようにな設定になります。どうでしょうかね。今自撮りモードでマイクのテストをしています。音はいかがでしょうか。今ちょっと公園に来てます。でナレーションモードなので、まあ僕の声が拾うような設定になっていると思うんですけど、今結構子供の声とかも公園で聞こえてるんですけれども、それでも僕の方の声を中心に拾ってくれてるといいなと思いますが、実際はどうなりますでしょうか。楽しみです。手ブレ補正のチェックをします。まずは手ブレ補正なしでちょっと歩いてみますね。あ、どうでしょう。手ブレ補正が今ない状態でちょっと歩いて撮ってます。やっぱりちょっとガタガタしますかね。じゃあ、続いては手ブレ補正標準ですねの、歩いて撮ってみます。いきます。はい、いかがでしょうか。ただいま手ブレ補正は標準で、歩いて撮ってます。手ブレ補正標準で普通に歩いて撮ってます。じゃあ次は電子手ブレ補正強ですね。強設定でいこうと思います。じゃあちょっと歩いてみます。さあ、いかがでしょうか。ただいま電子手ブレ補正強設定ですね、ちょっと歩いて撮ってみてます。はい、いかがでしたでしょうか。まず、自撮りモードについてなんですけれども、まあ、しっかり僕の方にピントを合わせてくれて、で声もねちゃんと、僕の声を拾うようになってくれると思います。他にもマイクはナレーションモードのマイクをちょっと検証したんですけれども、あの公園は子供の声がねあちこちから響いてる状態だったんですけれども、ちゃんと撮影者側、カメラの後ろ側の声が拾えていたんじゃないかなと思います。続いて手ブレ補正についてですね、まあちょっと歩いて撮影するっていうのは、まあ、若干ブレが目立つかなとは思ったんですけれども、ただ手持ちでこういう撮影をする分には全然ブレが目立たないようになっているかなと思います。で、よく Vlog で最近人気のカメラとしてこういう、これはオズモポケットなんですけれども、ジンバルと一体式のカメラなんかもね結構よく使われるんですけれども、これと比較しますとやっぱり、こっちがジンバル一体式なのでブレには強いです。歩いててぬるっと動くような、本当にブレが目立たないような動画自体はオズモポケットの方が撮りやすいです。ただ、オズモポケットと比べて G100 の利点としましては、まず1点に、マイクロフォーサーズのレンズが使えるっていうところですね。まあ、特にこの標準ズームでもね、いろいろズームが切り替えられるんでいいんですけれども、他のレンズ、もっとボケるようなレンズを使って背景をボケさせたりとかで、もっと、望遠のレンズを使ったりとかっていうのはオズモポケットにはできないポイントなんで、より、まあ、自分
のイメージ通りの撮影がこっちの方がしやすいんじゃないかなと思います。こういう風にパンしたりですとかね、で、まあ、ちょっと足を開いてこうスライドさせたりとか、こういう撮影では手ブレ補正がかなり十分に手ブレ補正が効くのでいいかなと思います。でやっぱりこれだけ小型で、マイクの収納性がいいと、これだけでいろんなとこに持ち歩いて動画撮影ができるっていうところがかなり便利だと思うので、 Vlog には非常に向いているカメラだと思います。今までの、ね、カメラだと、カメラ本体とあと、ジンバルだったりとかでプラスマイクも用意する必要があったんですけれども、これ本体だけで撮影できるというのがいいかなと思うんですね。で、いかがでしたでしょうか。これから動画を始める方であったりとか、今までも Vlog されている方にもね、すごくお勧めしやすいカメラだと思います。ぜひ試してみてください。今回もありがとうございました。動画の概要欄に、こちらの情報も載せてますのでチェックしていただきたいのと、またチャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。